はい、えー、ホワイトベース館内放送でございますね。はいえっと、雪大丈夫ですか、皆さん。あの東京の方もね、今も少し降ってますけど、急に冬らしくなりましたよね。であと、まあ僕も少し濃度いががするんですけど、あの、まあのま風、あと、あの、 まだね、国内ではそこまで深刻化してないですけど、コロナウイルスね、これおそらく報道されているものでも相当ひどい症状のようなので、まあ皆さん、あの、人混みに行かれるときはですね、えー、いいマスクをして、えー、まあ、なるべく人混みに行かない方が、まあ、よろしいんじゃないかなと思います。はい。 えっとそれはさておき、マイクロロンの話なんですよ、これ、マイクロロンね。先日、2本ほど動画を上げたところですね、非常にいい反響が真っ二つという感じです。計測したら圧縮上がったよという話をしたら、まあ、それはあり得ないという人もいればですね、まあ、エンジンが壊れるというような言い方をする人もいるし、理論がわからんという人もいるしですね、 まあ、いろんなこ,うことが書いてあって、えーまあ、一人一人皆さん真面目に書いてらっしゃるので、メーカーの人も、ね、これ全部読んでるんですよ、実をね。で、まね、あ。僕自身もこう、まあ、内容を読んでると、ですね、まあ、確かにこう納得する、できるかな,あそのなあの。誰が言うことも、ね、確かに納得できるんですよ。ああ確かにそうかもしれないなあって。で 本当ね、難しいのが、こういう商品で、どういう原理、どういう理屈でね、そうした現象が起きるのか、表面処理ができて、効果が上がるのかっていうのが、書いてないんですよ。書いてないし、公開されてないし、メーカーの人に聞いても、あの、秘密事項なんですね。まあ、それはそうですね。それが分かっちゃうと、それが企業秘密ですから、それが分かっちゃうとね、真似されちゃいますから、 最高秘密になるだろうな。じゃあそのね、体感と感覚と結果だけでね、物を売っていこうってなると、いきなりね、説明がうさんくさくなっちゃうんですよ。で、ね、僕もね、その理屈を聞いてみたんですけど、やっぱ分かんないらしいんですね。で、うん、だからまあ、いろいろこう試しているんですけど、試してね、なんか良くなっているんですよ。 確かにで今回ね、あのバイクじゃなくて、うちの,あの23万キロ走っている積載車のバネットね、あれで試してみたんですよ。片道と、まあ、あ往復同じ条件で行って帰ってくる、ねでえー。まあ元々の燃費はよくわかってるんですけど、僕、あのいつも測ってるんで、だい体あの10ぐらいです。 で、夏場にエアコンつけたりとかですね、渋滞はまったりすると、あの、強烈に悪くなったりっていうのはあるんですけども、まあ、この時期、順調に高速を飛ばしてですね、えー、まあ、300キロぐらい走ると、だたい10前後です。はい。あのー、これね、大きく、そのな、なんだろう、変わるっていうことはね、今んところないんですよね。はい。で、 もちろん同じ時期に同じぐらいの交通状況で往復してきたので、その帰りに、あの向こうから帰るときにマイクロローンをですね、点火、点火って言ったらダメだな、マイクロローンを使ってまあ表面処理を行った上で、えー、帰りの燃費も測ってみたらですね、燃費は確かに良くなったんですね。で、なんで燃費で測ったかっていうと、あのー、車の性能っていうのをどこで評価するか。 っていうと、やっぱり僕は最終的に燃費に出るのかなと思うんですね。えー、要はお、どれだけの燃料が、どれだけの効率で、どれだけの仕事に変わったのかっていうところを改善するためのものなので、やっぱ、加速が良くなったよとか、音が静かになったよって言っても、結局もし燃費が落ちていたとしたら、機械としてですね、出力される仕事が減ったっていうことなので、 評価は下がるはずなんですよ。だから取り出せる出力される仕事が増えたっていうことは軽いアクセルで同じ仕事をこなすことができた。仕事っていうのはその皆さんがやってるそのねお給料をもらってる仕事っていうことではないですよ。あの仕事っていうのはあの物理学的にあるエネルギーが何かあ,ある あるこう機関がですね、機関というか、例えばエンジンとしましょう、それが他のものに対してですね何かこう影響を及ぼす、ものを運ぶとか、そうしたことを仕事っていうんですけど、それがまあ結果としてまあ燃費に表れるのではないのかなと思いまして。でね、大体行きでの燃費が10.18。これね、大体こんなもんです、いつも。同じルートを使ってるので、大体1 0 1 10.18であの、エアコンとかつけると8ぐらいになりますね。あのクーラーとかつけるとガンガン回しながら走るとこのくらいになりますしあの、使わなければこんなもんです。はい、で、これをマイクロロンをですね、えー、処理してから走らせてみたところ、えー、次は10.698だから10.7ぐらいまで伸びました。はい、で、えー、次。 えー、さらに同じ道を、僕2往復してるんですけど、同じ道をまた行きました。はい、でその時の距離、あの燃費がですね、えー、なんと11.87まで、えー、伸びてます、はいあのー。だいたいですね、330キロ、片道330キロの工程をですね2往復してるんですけども、あのー、だいたい12近くまでですね、 結果としてては伸びてるんで、すねはいで実際じゃあ、そのアクセルね、踏み方で変わるよ、ガンガン踏んでたら、それは燃,燃料を消費するし、優しく踏んでたら、あの燃料の消費が、ね、あの少なくなる。 ねえー、じゃないかと、ね。急加速したりとかあ、あのーさ、上り坂があったりとか、あのーまあ、上り坂とかそういうのは同じ道だからないにせよ、その分回せば、ね、それだけ燃料量減るのが早いだろうと。ね、これ、優しくゆっくり踏んで、えー、燃費走行したんじゃないのって思われると思うんですけども、もこれ逆なんです、実を言うと。この行き帰り行きの最も燃費がよかった11.87の時って、僕ね、あの実を言うとかなり踏んでるんです、これ。 なんか調子良くなっちゃったなと思って、いつも大体あの80キロから100キロぐらいの間で走ってるんですけども、新透明高速って120キロ制限なんですね。120キロあのまでしっかり踏んで出してきました。はい。それで燃費が良くなっちゃってるんですよ。わかりますあの普段だったら燃費が悪くなるような乗り方をしたら燃費が良くなってるんです。で、大体今この数字をですね、あのー11、1 1 まあ12近くの近辺をあの、まあ、どんな乗り方をしててどんな乗り方やつと語弊があるのは、まあ、普通に乗ってますけどもあの同じシーズンで同じような条件で、えー、乗ってみてあの維持しちゃってますね、はい、あのもしかしたらまたあの、ね、路面状況が変わったりだとかすると落ちるかもしれないんですけどもあのごく短期間1週間ないなあの5日間ぐらいの間でこれやったんですよ3 0 0ロ g 2往復してるんですけども それでなのであのー、逆にね僕から質問したいはいこれがオカルトだとするんだったらどういう原理のオカルトでこの,ぐらこの燃費が上がったのかっていうのをですね、あのー、聞いてみたいですはい確かに僕のバイクで実験したところ圧縮も上がってるし圧縮が上がるはずないっていう人はあのー、やっぱ実験結果だからねそ,それはあのー 上がるはずがどうインチキしたんだっていうふうにね、あの、言われてしまうとですね、インチキはしてないし、僕何回も何回も測ってるから、何回も測ってやっぱ上がったなっていう結果で言ってるんで、あの、疑いようもない事実なんですよ。ただ原理が分からないから皆さん戸惑ってるんだと思うんですけどね。あの、書いてある通りのことを鵜呑みにすると、確かに圧縮がそれで上がるっていうのはなんか間違ってるような気がしなくもない。しなくもない。でもね、書いてあることを、 以外のいろんなことが起こってるはずなんですよ。逆に僕から聞きたい。なんで、あの、このマイクロロンを入れたらエンジンがよく回るようになって、で、普段ね、あの、全然スピード出ない、あの、ボロのポンコツがね、あの、120キロシューって回るようになって、なおかつ燃費まで良くなってしまったのかっていうのをですね、その、 説明できる人がいたら、コメント欄に書いてもらいたい。はい。ちょっとね、メーカー、メーカーさんすいません。あのー、これね、共和郊材さんっていうとこが出してる、共和郊材さん、あの、ご覧になってらっしゃると思うんですけども、いや、あのー、せいぜながですね、あのー、ご存知ない部分はそれで構わないんですけども、お分かりになる範囲でですね、 説明していただけないでしょうかはい。あの、全然直接説明書って話じゃなくてですね、メールでも何でもいいんですけど、いただけるとですね、非常に皆さん納得できる、納得してもらえるのかどうかわかんないんですけどね、結果が物語ってることが、どうも予測の範囲を超えてるんですよね、これ。すべての車やすべてのバイクに対してね、効果があるなんて僕は言い方してないですよ。ただ僕の持ってる、あの、2004年、 式のですねあの使い潰してるあのいろんなとこもうミッションとかいろんなものまで交換して、えー、だましだまし走ってるようなですね23万キロのバネットの燃費がですね2近く上がってるんですよ、まあ、1.5ですねぐ,ぐらい上がっちゃってるんですよであのー、キャブ車のホーネット600の方の圧縮もやっぱり上がってるんですよ、ね、でいつも使ってる車の感覚ってその皆さんもそうだと思うんですけどもやっぱねちょっと変わる 良くなったり、ちょっと悪くなったり、ちょっと変な音がするとね、わかるんですこ、これ。わかる。だって僕、あのパレットで生キロ走ってると思ってるんですかね。ご存知の方は皆さんご存知だと思います。だからね、いきなりなんか変わったりとか、悪くなったりとか、まあ、徐々にでもそうなんですけども、やっぱわかるんですよね。あ、なんか、あの後ろのホイールの左側のこの辺にちょっと音がしてるなとか、 あの踏んだ時のですね、エンジン音が、なんかちょっと違うかなとか、あのエンジンブレーキかけた時の音がちょっと違うかなとかね、やっぱ分かるんですよ。みんなさんも分かると思う。でも、分かってても何が悪いのかっていうところまでは分からないっていう人が多分ほとんどだと思うんですね。僕もあのそこまでですね、四輪車のことは分かんないんですけど。 まあ皆さんよよあのわ、ー、かるかもしれないんですけど、まあ皆さ,んもん皆さん専門家もいらっしゃるもんですね。この言い方あれですけど、あのバイクの場合はですね、やっぱわかるんですよで。車の場合はね、あんまりよくわかんないんですけど、でそういう感覚っていうのは普段乗ってれば乗ってるほやっぱ鋭いんですね。だから、あのー、そこはね、その感覚っていうのはやっぱ信じてもらいたいんですけど、なんだかよくわかんないけど、良くなっちゃうんです。良くなっちゃってるんですよね。XA じゃなくて、今回は普通のこのマイクロなんですよ。 なので、これはね、その、友人がこう言ってましたとか、こういう記事を読んでみま,ましたとかこ、これではこうならないはずだとかね、あの言ってる人にはね、ぜひね、やっぱ使ってみてもらいたいな。で、ステマじゃないっすよ。もろ間ですよあの。別に帰っていってるわけじゃないんですけど、僕も結構疑り深い方です。はい。あのだって、 あの皆さんね、このぶっちゃけ言うと、別にこれ、マイクロロン売ってくださいって言われて、僕、これあの、やってるわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないんですよ。ただ、マイクロロンっていうものが何なのかっていうのを知りたくてやってるだけなんで、僕、別にあのなんか、お金もらって宣伝してるわけじゃないんですよ、これ。はい、あの はっきり言っておきますけど、僕ね、お金もらって宣伝するときはお金もらって宣伝してますって言いますからね。はい。あの、案件ですって。それは案件のとき。案件っていうのは、あ,あの、多少なるともリターンがある中で言ってますけどもで、それでもね、公平な評価をしようとしてますよ、僕。ね。でも、案件のとき案件って言いますけど、これ案件じゃないんですよ。で、それでも、やっぱね、びっくりするほどの効果がね、ある。だから劇的に出るものっていうのは、あんまり良くないんじゃないかっていう言い方をされる方も多いと思うんですけども、 うん確かにその通りなんだけどもね。わかんないけど、いい良いんですよね。これね、あのー、ま、あ息の長い製品なんですけども、割と各時代のその有力な人がね割、割と、割と同じこと言ってた。その記事読んだんですけどね。同じようなこと言ってた。うん 誰か分かる方いたら説明してください。あと、あの、メーカーさん分かる範囲でいいんですけども、あの、なんか情報ください。はい。あの、驚きです。よろしくお願いします。で、あと、マイクロロンさんの商品として、あの、グリスとかね、あと燃料添加剤とか、デフォイルに入れるやつとか、あとエアコンに入れるやつとか、いろいろあるんですよ。この辺も全部使ってみたい。うん。と思っております。はい。 まあちょっと時間かかる話なんで、まあ、おいおいですけどね、えー、とりあえず今回はあのずっと XA やってたんで、普通のマイクロのこちらの方もですね、やらせていただきました。はいえー、というわけで、皆さんのお役に、バイクライフのお役に立てれば、車ライフのお役に立てれば幸いですっていう、本当に皆さんのお役に立てれば幸いですっていうポリシーとテーマでやってますので、はい。あの だから買ってくれとか、ね。あの、だからメーカーさんお金くださいとか、そういう話じゃないですからね。はい。あの、話が面白ければ僕はいいと思ってます。というわけで、活発なコメントお待ちいたしております。はい。よろしくお願いします。